東洋水産、まるちゃん製麺カップ、タロコ味焼きそば。ノンフライ麺に液体入り粉末ソース、刻み海苔がついています。麺は幅3ミリの扁平断面で黄色く、角は丸めや通り優しい舌触りです。表面はツルツルではなく微細なザつき感があります。ノンフライで緻密な印象ですが、反応に時間差を伴うような弾力感があります。こんにゃく粉のせいか歯ごたえやぐにゅっとした鈍さがあります。ソースは和風だしがベースで、乾燥したたらこの香りが強く出ています。バターの匂いが人工的で、最初は少し気になりましたが、途中からどうでもよくなります。旨味は過剰なほどに強いです。辛い刺激はなく、明太子とは違うものとして位置づけているようです。粉末ソースが具のたらこのようなものですが、他に別店で刻み海苔がついており、香りで効果的です。他に具は一切ついていません。ちょっと中途半端さを感じてしまいました。どうせならば製麺をパスタにまで拡張して、堂々と和風たらこスパゲッティとして再挑戦してほしいです。みんな大好きトントン。